五色県民健康村健康道場は兵庫県洲本市にある国内唯一の公的な医学的断食の専門施設。ダイエットを目的とした断食を医学的に支援する公的な施設として1982年に兵庫県と五色町の共同事業として作られた。入門期間は5泊6日が基本だが3泊4日の体験コースもある。認可としては医療機関であるが、 この両方の提唱者、笹田慎吾は、院長ではなく道場長と自称する。ファースティングとは、ファーストとジョギングなどのイングを合わせた道場長による造語。断食の発音はファーストだが、道場長は、ファーストと超音を入れている。まず、入所時に、ファースティングコース、および、食事療法コースに分かれ、道場長と相談の上、コースを決める。ファースティングにおける、 断食期間中は全くの絶食ではなく低血糖による脳貧血を防ぐためのビタミン剤入り低カロリードリンクを1日3回と水分2リットル1日以上を摂取することが義務付けられるこの水分補給は本来ならば食事から摂取するはずの水分を補うためのものである体調に異常があれば医師の指導の下、フレキシブルに入所期間中における 実施内容が変更される。断食療法の意義としては、血糖値の大きな変動をなくすことと健康に悪影響が出ない範囲の低い血糖値になれることにある。通常、空腹時に低くなった血糖値は食事の後に上昇するが、肥満、過食の人はこの血糖値の波が大きく、それが強い空腹感やその後の暴飲暴食につながる一要因となっている。 断食療法によって、この血糖値の波が低くかつ小さくなることで食欲が抑えられる。そして、断食中は摂取カロリーが極端に低くなった分、体内に蓄えられた脂肪が燃焼して使用される。尿の中に血糖体が検出されると体脂肪が使われた目安になるため、専用の判定誌で尿の状況を検査する。 日常生活の中でのストレスや悩みなどを抱えた入所者は断食によって食べ物のことばかり考えるようになる。そして、さらには段階が進んで食欲すら抑えられることによって脳から無駄な考えが追い出されてストレスや悩みから一時的に解放される。断食実施後の復食における食事及び食事療法における食事は地元、 淡路産さんの厳選された食材を中心に調味料をほとんど使用しない健康的な食事が提供され、その内容は入所者それぞれに対し個別に管理されている。コースは2泊3日から20日間まで入所希望者が道場長との電話による事前ヒアリングにおいて決定されるが、入所初日に道場長による問診及び食診。 心電図測定などの検査結果に基づき正式に決定される。健康道場の名にふさわしく、入所者個別における健康改善に対する工夫が図られている。施設の生活は規則的であり、朝6時から7時に起床。自己管理の癖をつけさせるため毎日自分で体重、血圧、脈拍、体温を測定する。朝食後に、 同情庁による会心が行われ、それに加え、朝食前と午後、及び夕食後の3回、看護師による会心があり、入所者の健康状況が、逐一チェックされている。自由参加で、対極券、単電呼吸法などの軽い動きが伴うプログラムも、ある。また、カウンセラーによって、心理療法も行われ、性格の自己分析や、生活習慣の改善などの座学がある。 自由時間には、テレビや新聞、雑誌や映画の DVD を見たり、海の見える中庭を散歩したりと言ったりとした時間を過ごすことになる。精神的にリラックスすることに重きに置いているため、食事を我慢することを除けば、ストレスにつながるような行動はしないようになっている。断食期間中は、激しい運動や浴槽に使っての入浴も禁じられる。入所中は一切禁酒。 禁煙である。外部から飲食物を持ち込むことも禁じられ、所持しているタバコや食品は一時預かりとなる。おのずと、体重を減らすだけではなく、禁酒、禁煙の治療も伴うことになる。この際に厳しい持ち物検査などはないが、安からぬ、入所料を支払って入所する入所者なのでそのあたりは、本人の意識に任されている。当然ではあるが、 本当に健康になりたいかどうかという入所者の意識と自己責任による道場での過ごし方及び対処後における自己管理が関要である。対処後は豊富な飲み物食べ物が販売されている環境や過食など体調不良の原因が存在する日常に戻ってしまうためリバウンド発生は当たり前と入所者に説明されている。この説明は対処後に 自己嫌悪に陥らないためでもあり、生活習慣の改善により、本当の健康を取り戻すためにも伝えられている。生活習慣を及び体質改善のために、最低3回の入所を進められている。この健康道場は NHK で紹介され一時申し込みが、殺到、半年待ちになることもあったがその後は、比較的入門しやすくなった。 また、2013年12月26日に放送された毎日放送系、予約殺到。スゴ腕の専門外来スペシャルさんの中でも紹介された。ありがとうございます。